こんにちは、吉尾ウクレレです。えー、ウクレレを初めて、えー、コードをずっと学んでいくと。a マイナーセブン。と c、c ーの六、シシックス。と、同じだというふうな、説明をされることがありますが。 これ音が同じ音で構成されているのでこのようなことが言えるんですねウクレレのダイアグラムで書きますと横に書きますと何も押さえない状態これが C6 あるいは Am7 コードブックなどを見てみますと同じ押さえ方で押さえ方という全然何も押さえない状態ですねオープンオールオープンのコードこれが2つ書いてあるのに気づくと思いますウクレレの弦というのは1弦2弦3弦4弦で1弦がラの音2弦がミの音 3弦がドの音、そして4弦がソの音。こういうふうにチューニングされるわけですね。そして、この4弦、3弦、2弦のみを弾くと、ソドミと。これドミソ入れ替えるとドミソですね。五線で書いてみると、ドミソ。 こういうふうに書けます。これが C というコードになります。そして1弦2弦3弦を弾くとえ1弦からラ・ミ・ドえというふうな音になりますね。えー、とここに書きますとラ・ミ・ド・ ラドミ下から行くとラドミというふうな音の構成になりますそしてここがドミソそしてこのラドミにソが加わるあるいはドミソにラが加わるどちらの考え方でいくかによって C6 になるか Am7 になるかがまあ決まるわけですね。えー、ハワイアンのお弾き語りから入られた人はクシストは C6 っていうのがよく出てくると思うんですがこれはドミソというお C の和音に、えー、プラスラー音が入ってラーっていうのは銅から数えたら6番目。 ド・レ・ミ・ファソラ・ソ・ラ6番目の音が入るので、えー、ド・ミ・ソ・ラの和音が C6 ということになるということですそして Am7 っていうのはラ・ド・ミのコードこれが Am ラドミ・ド・ミこの上だけを弾くと Am という コードですそして Am から考えた場合にラドミニプラスその音が加わると Am1 番えー下の音ラから数えこれが A の音になるんですね A の音これから数えて7番目ラシドレミファソ 7番目の音の「ソ」が入るこれを1曲たぶん上げますとまあここになりますねラードミソこれが7番目の音が入るから Am と Am を基本に考えるか C を基本に考えるかで Am7 か C6 かということになってくるわけですまあどちら が正解かっていうのはまあ音楽的なことはあのあるんですが、まあこの全部何も抑えない状態をエイマイナセブンって呼んでもシーシックスと呼んでもどちらで呼んでも結構かと思います。はい、以上です。ありがとうございました。